ばんは、夢にミュージックエクスプローラーのお時間です。さあ今日はですね、何をしようかちょっと考えてる時にパッと目の前に着いた。それはなぜか、何か、生きてく上にて前見て上、これ前やりましたねラジオの時にね。これ僕ね思ったんですけど、僕が出したゆえにで出した、僕と田畑が出した生きてく上にて前見て上ね、書籍なんですが、これですね、アマゾンじゃねえな、なんかネットの本とかの中古のやつで100円で売ってました。ちょこれでもね、中古でよく売られるんですよ本は、いろいろとね。だからね、もっとねたくさんの人に100円でもいいから見てもらいたいなと思いまして、今手に取ってるわけですが、これね、ちょっと読みますよ。チャグータダウンロードプレゼント、あ、これはもうね、その販売してた当時のことなんで、これコラボってたんですよね。これを買った人がね、買ってくれた人がページの後ろに行くと、ゆえにこの歌を思う歌っていうあるじゃないですか、歌が。そのチャグータプレゼント、ゆえに骨髄バンク公式応援サイトっていうところにアクセスしてもらって、そうするとね、ユーザー名とパスワードがあるんですよ。ちゃんとユエニーのね作ったシール、隠しシールがあって、それをペラってめくるとパスワードがあって、それを入れるとサイトにアクセスして入れると曲がもらえるっていう、なんてその当時の斬新なことをヒョウ君は考えるんでしょう。まあまあそれはいいんですが、その本をねまずペラッと1枚開くと、自己紹介が出てくるのかな。これ何書いた、高橋翔がって俺の写真があって、大きな虎の着ぐるみを着た小さなチワワです。名前はヒョウです。ヒョウがなんだけどね、ヒョウです。新宿に生まれ新宿で育ち、戦う武器をマイクに変えて日々空に向かって歌ってますね。まずこれ嘘です。じゃあ空に向かって歌って、毎日歌ってたらそれはもうねダメですよ、おかしいですよ。まあでもそういう時はあったからね。昔は周りから音痴と言われ続け、まあ今もなんですけどね、まあ少しは歌えるようになったっていう。友達とカラオケ行くことすら苦に感じてました。これマジマジ本当にそう、笑われるんだよね歌うと。人前で気持ちよく歌ってみたい、そう願った僕はうまく歌うことばかりを考えていたね。うまくいくことばかりマジで考えてたんだよねこの時で。ある時にブラックミュージックに触れ、遥か昔にある黒人の人が書いた、音楽聖書に出会いました。で、歌とは神様との会話、衝撃が走った、ベベベベっつって。これ本当に衝撃が走ったかどうかっていうと嘘です。嘘。いや本当本当。で、うまく歌えるように努力するのはもうやめようって、もう歌とは神様の会話なんだからうまく歌おうっていうのやめよう、丁寧にね読もうみたいな感じだったんだよねその時ね。でその日から僕はうまくの言葉を体から投げ飛ばし、祈るように歌うのがちげえじゃねえかよ。まあでもそう一緒でしょ、祈るように歌うに変えて、今は僕はこの大きな空に向けてこの体を精一杯に両手を広げて言葉を祈りに変えて歌っています。全ての人が幸せでありますようにと。これね、これだけ読むとかっこいい人だよねすごくね。十中八九嘘書いてるこれ。いやでね、その次のページ行くと、今まで活動してた写真がねあるんですよ。1枚にカラーのページで写真が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3,6,9,9,18 個写真があります。どの写真使ったの、これ使ってんだね、見たいっすよね、これ見たいっすよね、買うしかないっすね皆さん。生きてく上にて前、その次のページ生きてく上にて前見て上ってカラーデザインがあるんだけど、これは僕のねお兄ちゃんが描いたんですよ。すごいなんか地球の上に虹がかかってて、生きてくれって前見て上ってなってて、それでいろんなのが生えてるっていうね、すごいよねこれ。今見てみると、だって地球よりでけんだもん花がね。でもなんかまとまっててすごい綺麗な絵ですね。そしてその次が目次になっていろいろあるわけですが、ここでね僕ちょっと思ったのが、もうこれ何個あるの、結構あるわけですよ僕がその時その時に思ったことを綴ったポエムが。これをね読んでいこうかなと思って、一からバッと。そうすると売れなくなっちゃうんじゃないと思うかもしれないけど、もうアマゾンでその値段で売ってるんだったらもういいよ。ね、仰げば尊し、一番最初ね、これいこうぜ。ちょっと待って、仰げば尊しって歌ったことないんだよね確か。そのこと書いてないよこれ、いくよ。仰げば尊し、こんな時間にポカンと起きて屋上に上がって一服してた、今俺はって言ってんのこの時。あ、
今俺は今日は俺っていうって言ってるね。何かに向かってまっすぐに進んでる。裏切られてもバカにされても惨めな思いをしても投げ出さずにただまっすぐに、いつも笑って明るく振る舞っているけど心のどこかではいつも寂しくてこんなこと、いつも寂しくて…てんてんてん、こんなことあんま言ったことがなかったな、隠してるつもりはないけど言うことでもないし遠回り…てんてん、でも今に満足してる。周りにガンガン追い越されて随分落ち着け…そうだね、周りにね、なほらお店でやってたのにどん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 追い越されてく。でもそれでも随分落ち着けるようになった。自分の音を信じて仲間を信じているからね。これとこ大半いろんな人に裏切られてるけどね、信じてるから俺をよく知る、ね、僕をよく知ってる人は現実ではそういうことね、僕のことをよく知ってる人は現実で僕のことを見てるとあんまうまくいってないな、幸せじゃないんだろうなって見えるだろうなって。でも間違ってるぜ、マジですんげー幸せなんだ、不器用だけどブレずにまっすぐ先見てっからっていう。まだ続くんだ。なんか普段言わないようなこと語っちゃったな、ちくしょうつって書いてるね。もう一つだけ言っちゃおう、俺何事もきちんとやり遂げたことがない。歌を歌い不鮮明な道を偉そうに歩き続けているけどみんなが当たり前にやってきたことすらやっていない、できていない。決めたことや決められたことを反発ばっかしてきたから白い目で見られてそれを突っぱねるように突っ張った。これいい言葉だね、突っぱねるように突っ張った、そして突っ張ってきた、ね、また同じこと言っちゃったっつうね。で今まで一度でも何に対しても卒業って経験したことがないんだ。だから何かをやり遂げた後の達成感や誰かと離れ笑顔でバイバイとかわからない。小学校も中学校も半端ばっかで卒業式なんてしたことがない。だから泣いたり笑ったりのバイバイとかわからないんだよ。だから今までの中で離れていく人たちは全て裏切りだと思っていた。まあまあそうなんでしょうねこれいいのか。その人たちの気持ちや心を精一杯背負ってきたからいなくなる人を裏切ると思っちゃってたんだよね、この時 ね。僕は友達仲間大人数で過去に仰げば尊しすら歌ったことがない。卒業式ってテレビでしか見たことがない。だからさ、今回だけは最後までやり遂げて、もしその仲間と何か卒業ができたら最初で最後の仰げば尊しを歌いたいんだ。だから俺は妥協しないし折れない、潰されることはない、誰にも負けない、誰にも持ってないもん持ってるから絶対に負けない。ポッケいっぱいに詰まった涙、泣きすぎたから喉が渇きすぎた、だからいっぱいになるまで飲んだから喉が潤った、したら今歌うしかねえだろってこと言ってんだよね。こん時の俺はね、なんかねかっこいいなでもこれ本当に思った気持ち今でもリアルに覚えてます。歌い手なのに歌ったことがない、仰げば尊し、未だに卒業式ってどんなのかわからない、体験してみたいな、笑顔や涙の卒業式、いっぱいの人といっぱいの仲間と家族で今のことをやり遂げたら思いっきり歌うんだ、仰げば尊しを。そうだね、確かに仰げば尊しって本当に歌ったことがなくて、なんだろう、やろうと思うことは何に対しても本気でやってるんだけど、最後までやる前にある程度までできちゃって、あもうこれでいいやって思っちゃったりね。だからそうだな、一番最初音楽やり始めてフリーダムライフをやり始めて、その時もメンバーの入れ替わり立ち替わりがすごい多かったのね。でそのまあ知ってる人も知ってると思うんだけど、なぜ多かったかっていうと、そのなんだろう、いい意味ですごいいろいろ集まってきた。でここにいれば出れるんだっていう人たちの集まりばっかね、集まりばっかでいっぱい集まってきたんだけど、途端にあれ俺ここにいても目立てないなとか、なんか意味のわかんないそういうのが出てきちゃうと、そこで離れるっていう、そこで離れっていう言葉が参上しちゃうんだよね。だからなんだろう、本当に仲間家族としてやってきて、みんなすごく本当に仲良かったんだけど、なんだろう、普通はさ傷の舐め合い的なんでやってくじゃん。だけどなんかその当時って傷の舐め合いどころか傷のなすりつけ合い、あいつがいけねえんだこいつがいけねえんだみたいになっちゃってて、でそれでも背負って一緒に頑張っていこうと思うんだけど、なんかそのマイナスの方向にばっか進んじゃってさ、ダメになっちゃったんだよね。だけど結局入りたくて入ってきたやつらが勝手に出てっちゃうっていうような状況で、そんなことでいちいちへこんでやめてられない、止めてられないと思って突っ走ってきたんだよね。だけどやっぱり家族仲間と思ってた人たちがいなくなるのはすごい寂しいし、
今でも本当に思い出すし、あいつがいたら、あいつがいたら今こうだっただろうなとか、すごい考えることがいっぱいあるんだよね。で、なんだろう、あとね、いけなかったなと思うのが、その、なんだろう、うわ、難しいな。なんか、その、教えてくれっていう感じで来るじゃないですか。そうすると、教えてあげると、仲間なのに上下関係ができちゃうんだよね。先輩後輩みたいな。そういうのは本当はいけないんだけど、上下関係みたいなのができちゃうと、ね、良くなかったっていう。で、僕が教えてあげて、その教えてもらう人が何人かいるじゃない。例えば、ね、2人3人いて、それが同じ土俵のメンバーになったりすると、すごくうまくいかないんだよね、やっぱり。それだったりとか、あとよりよく仲良くなりたい、同じ位置のあいつよりひょうくんと俺の方が仲良くなりたいってなると、もうそこでなんか戦争みたいな、ちっちゃい小規模な戦争みたいなのが起きるんだよね。あいつが言ってた、こう言ってたみたいな、そういうのでもうまくいかなくなっちゃったりとかしてたんだよね。だけど、それをそういう考えでブレてるのは結局そういう人たちだけで、俺はとにかくブレないでいようと思ってたんだよね。で、田畑もそうだったんだよね、結局。だから一番最初にフリーダムライフっていうのを僕が立ち上げ、じゃあ僕ともう一人が立ち上げたの。一番最初はね、僕とチップっていう人がね、一緒にやったんだよね。それで、そのチップと僕がその音楽の方向性っていうのが違くて一回離れたんだけど、僕一人になってフリーダムライフ、これはこの名前で絶対行くんだって決めてたから、そのまんまやってて、それで田畑くんが来たんだよ、次に。で、田畑くんが来て、いろんなメンバーが来てね、出てってなんだかんだいっぱいやってたけど、最終的にはその田畑くんと僕はずっと一緒に、もう十何年一緒にいるっていう感じで、あいつ田畑くんはですね、なんだろう、あんまり自分を出さないんだよね。あんまり自分を出、俺と正反対だから、うまくいったのかなとは思うんですけどね。だから、そのなんだろう、仰げば尊しはね、田畑くんとは歌えるんじゃないかなとは思ってますけどね。っていうようなことでですね、まだまだフリーダムライフから始まり、ゆえになって今現状いますが、本当に終わらないよね。で、フリーダムライフの時は何かをやり遂げないとって思ってて、結局映画主題歌になったり、テレビ CM になったり、番組のねになったり、あとはテレビ番組で当時流行ったストリートファイター、ストリューなんだっけ、あったわけで、その中でも上位になってね、なったわけですよ、いろいろ。だからフリーダムライフとしての名前は刻めたかなっていうのがあって、で、ね、ユエニーとして今やってるわけで、ね、これからユエニーとなってからはね、正直あんまりうまくいかなかったんですよね、今までは。そのあんまりいい履歴っていうか経歴っていうのが残せていないんで、残せないまんまやめられっかみたいな感じはあるんでね、いつかドカンとやりたいと思います。さあ、とりあえずね、こんな感じだったんだけど、どうかな、こういう企画どうですか。この本を全部説明しながら読んでいく的な、これを全部やり遂げる、全部最後まで。で、今日はもう今どのぐらい、ある程度の時間だったから、仰げば尊し、いやでもな、これ一個一個、毎回一個一個だったら相当時間かかるよね。次行っちゃおうか、次行っちゃおう。次、タイトル、高橋氷河、まんまなんだけどね、氷河の氷って小さい虎って意味があるんだよ。小さい虎の精一杯の牙、小さくたってたとえ見えなくたって僕には意地がある、その意地を持ってすれば大きな虎にも勝てるかもしれないね、ピースっていうことでですね。これそうなんだよね、氷河の氷って本当に小さい虎って意味なんだよね。そう、小さい虎でも精一杯の牙、小さくたってたとえ見えなくたって僕には意地がある、その意地さえあれば大きい虎にも勝てるかもしれない、そう思わない。まあでも本当に現実的に小さいのが大きいのに勝つっていうのはすごく至難だと思うんだよね。体の大きさと力で普通に負けるかもしれないけど、意地とか考えがあればね、何か裏技を出せるんじゃないかなって思うよっていうことだと思うんだ。もう一個いく？三ついっちゃう？三ついこうか。三つ切りがいいよね。ラッキー3でしょ。そんなんあんかよ。わかんない。いるよ。僕が歌う今日もまた。音楽は素敵だね。はるか昔お母さんのお腹の中、水の音を聞き、明るい未来へ誕生を待つ。外では小鳥のリズムが街を包み、家ではテレビをつけると数えきれないほどのメロディーが流れてる。泣き声も笑い声も素敵なメロディーに包まれている。僕は歌で感動をもらい、その感動を与えたい。見ることもできない、触ることもできない音楽でも、クリスタルなつながりを与えてくれる。心を歌で響かせたい、だから歌います。これからもずっと全ての人のためにね、全ての人のためにって言ってますが、こんな大規模なことをね、
ないっすよね。全ての人のために届けられたらいいなと思うけど、とりあえず今のこの現状じゃユエニーの曲をとか僕の声とかね、そういうその場の温度っていうのを少し感じたいなと思う人が聞いてくれたらいいかなと思うんで、すごく大人数に聞いてもらおうとかそういうことは考えてないですね。ということで今回は3つ、次回は僕は点々な、僕は何なんだ、気になるでしょ、僕は何なんだね、次僕はで行くので皆さんも楽しみにしていてください。さあ今日はですね、ちょっと何も考えてないで、とりあえずね、なんか思いついてやろう、思いついたことを言おうと思ってたんだけど、これでいいんじゃないですか。これをみんな聞いて、あ、いいじゃんこれってなったら続ける、よくない、んーちょっと微妙だなって思ったらもうやらねなんか考えますね。そういうことで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆様毎回ありがとうございました。それでは次回バイバイ。